今日はですね、ここにいらっしゃる上原幸子さんの元国立市長をお招きしまして、ちょっと重大な問題について議論しようということです。簡単に言いますと、国立市は日本でも有数の近代都市の中ではですね、景観の優れたところです。一般的景観が優れたっていうのは歴史があるところが多いんですけれども、国立市は関東大震災後ですね、それで言えばより現代に近いです。その後で作った町としては多分最も成功した町の一つです。だからなんとか100選とかちょっとだいぶ選ばれております。非常にいい都市です。で、上原さんは前から国立市の議員として環境問題について興味がありまして、しかし、議員の最終段階でいろんなところにマンションが皆さんが貧しくやっている未労と地域が非常に課題に設定されてましてですね、あそこにも非常に大きなマンションが建つと。特に国立でキーワードはあそこの異常並木といいますか、並木のですね、だいたい20メートルぐらい、それを超える建物があちこち出始めるというのがありまして、市長さんに立候補して、で、いろいろ景観の問題を取り組んだということです。大きく言って非常に有名なのは景観の景観圏という、こちらの問題はものすごく一世を賑わしてインパクトを与えた。とりわけ東京地方裁判所の大審判決は20メーター以上の建物撤去、この特にできた建物を撤去するということですから、非常にドラスティックなですね、最終的には少し変容しましたけれども、一審段階での金字塔です。それが契機になって、景観法まで結びついたということで、非常に金字塔の道を歩いた。これを光の部分とすると、実は暗の部分もありましてですね、ここがあまりこれまで、取り上げられてなかったんです。案の部分というのはですね、その20メートル以上削れと言われた名和地所という不動産会社が、損害賠償の訴えをしているということです。ここからがややこしいんですが、国立市、大きく言うと、正式と3つぐらい分かれるんですけれども、大きく言うと国立市と上原さん個人を対象にしていろいろ動きがあってきたってことです。で、最初国立市を相手にしてですね、明和地所の方は4億円の損害賠償を請求してまして、これが減額されてですね、2500万円になりまして、確定、最高裁判所まで一番争いまして確定いたします。で、国立市としてはこれに利息をつけて3000万ちょっとですね、一応損害賠償払うということで、これで一応国立景観訴訟も名と案の部分双方とも終わりかなと思って、ここから今日の新しいドラマなんですけれども、これに対してですね、住民訴訟というのが起きまして、国立市の住民がこの国立市が払った3000万余の損害賠償は本当は国立市が払うべきものでない、上原幸子が勝手にやったことで、上原幸子個人に損害賠償すべきである、住民訴訟というのを提起いたしまして、で、これで、第一審で上原さんが負けて、利息入れると3000数百万円を上原さんが払わなきゃいけないということになりました。で、それで控訴して争っている、ここからいよいよややこしいんですけれども、とにかくその間に上原さんの最初後継の市長が頑張ってたんですけど、途中選挙がありましてですね、上原さんの後継の市長がいわば景観反対派に変わったものですから、訴訟を取り下げまして確定してですね、いよいよその国立市が払った3000数百万を改めて上原高校が払えという訴訟が今東京地方裁判所から出ているということです。で、今日はそれは非常に重要な問題でですね、首長さんがいろんな政策を遂行する上で、どこからどこまでが、そもそも責任問題があって、さらに責任問題の中でもですね、どこまでが自治体の責任、どこまで個人の責任かということが実は全国であちこちで争われております。で、一般的に言うと住民訴訟っていうのは住民が武器ですからいいことなんですけれども、これ悪用されるとですね、いろんなとんでもないことが起こりうる可能性があって、その第一号が上原さんになっているということです。で、これはいろんな意味で、日本社会全体の政策転換を要望されて、自治体も国レベルも
もですね、要望されている時代に個人のところまで何千万あれ何億何億たちもあるんですけれども、請求されたらやっぱり非常に政治的にダメージがありますので、これちゃんと検討して私ども検挙を出さないと、このままじゃあ上田さんかわいそうというだけじゃなくてですね、政治全体が死滅するという可能性もあるものですから、急遽こういう公開講座を開いて少し上田さんを助っ人しようということで、この公開講座を開いた。座ったままやりますのでお願いいたします。今先生から概略をお話をいただきましたん でも一度聞いたんです、全然わかんない、非常に複雑なので後でゆっくりそのどういう戦いをしてきたかっていう話をはこれを見ていただければ本当に概概略は分かるかと思います。で、私が一番言いたいことを今日はここではちょっと言わせてください。で、先生の紹介の中でちょっと違うのは、今回新しくその市長交代になって、その控訴を取り下げた市長は警官に反対してるんじゃないんですよ。僕は警官を守りますって言って選挙に出てるから余計本当に不可思議で、なぜこれ取り下げたかっていうと、その取り下げるっていうのが公約だったかなっていうちょっとよくわかんないことで取り下げちゃったんで確定をしたんですね。で、私はそのなぜ市長になったかっていうと、この実は五十嵐先生 のゼミでちょっとお世話になってたんですけれども、ちょうど地方分権の提言をする委員会やってる そのダイレクトのこう話を全然ここでどんどんこう聞きながら、地方分権の意味とかそういうのずっとゼミに考えてきてて、それで市長になったもんですから、私の本当にやらなきゃいけない仕事は市民自治ということをいかに実現する新しい社会を作るかっていうのが、実はそういう意味合いで市長に出たんです。で、それが象徴的にあったのが実はこの景観問題なんですよ。だから私が市長に出た、それ国立っていう町は本当に先生から特殊だというお話いただきましたけれども、なんとちょっと評判は良くない堤康次郎が作った町なんですけれども、ただ彼は国立に関しては理想の学園都市を日本の中にもヨーロッパに作りたいと思いで町をデザインしてるんですね。で、だからデザインなんですよ彼にとって。だから景観って当時は景観って言い方 しないかもしれないけれども、要するに景観を売りとしてあそこを売り出して、で非常に気を使ってその意をこう市民も一緒に受け取りながら、市民が景観の、文教都市、学園都市の環境を守るために実は戦ってきたという歴史を持ってる町なもんですから、市民はある意味ではその自分たちで作り上げてきた町っていう誇りを持ってます。まさにそういう意味では市民自治というねことの基本的には根付いてた町だったんです。ですからそれがだんだん薄れた時に、私はもう一回やっぱり町がだんだん町並みが壊れて、みんなが守ってきたものが失われる、やっぱ市民は市民力を発揮しましょうよっていうことで、景観守りイコール市民自治っていうことの復権だということを公約に実は市長になりました。でちょうどその時に国立の駅周辺がものすごく土地が高騰してて、多分都心部はバブル崩壊後はどんどんこうマンションの価格が下がってた時に、国立は高かったんですものすごく環境がいいからとっても。でどんどん壊れる様を見て、このままいいんですかって、街が壊れていいんですかっていうことで、どういうその私たちがやっぱり市民が主権者として街を作るか、やっぱりもう一回きちんとやりましょうということで、これが法廷ビラーだったんですよ私のね、法律を認められた選挙中に配れるビラ、名前は書いちゃいけないって変な法律ですから名前書いてないけど、女性候補は私だけですので明らかに私と分かる。要するに町づくりイコール国立にとっての町づくりは景観を大事にする町づくりということで、市民合意をもう一回作ろうという選挙でした。でそういう中で実は裁判を結果的には3つあった中で、市の方が2500万っていうね大金を払ったんですけれども、一つに考えるに市民自治っていうことをやるときに、市民にとって利益とは何なのかっていうことをねやっぱり考えた時に、その裁判っていろいろありますから、
その2500万で市民、実は市民が主権者としてマジックの権利を勝ち取ったって見るかどうかっていうのが一つあるんだと思うんです。金額でなかなか言いづらいんですけれども、最高裁の判決で今まではなかった判決っていうか出たんですよね。法的に保護すべき景観利益っていうのは、今までの判決はその景観なんていうのは個人的な価値観だからっていう言い方をしてたのを、法的に保護すべきということで認められて、それがすごく広がっていったわけですから、これはまさに市民がある種すごくお金を税金を使ったけれども、勝ち取れた、その市民の権利を勝ち取れたんだっていう、そういう意味で認定されたって私は思ってますから、そういう意味で支払うっていうことが市民にとってもう大きな利益を実は支払ったけれども得たんだっていうことが一つあります。それからもう一つ私は、要するに市民自治が何かって、その時の首長の在り方っていうのはどういうことなんだろうかっていうことをやっぱり常にこう8年間やってましたんで、いろいろ考えながらやってました。でやはり市民の要求っていうのは非常にこう強いものがありますよね。特に私が首長になっている期待も大きいわけですから。しかしやっぱり行政の長という、こう二重人格で私はいなきゃいけないわけですから、ある部分は法律の部分を守りながら、でも隙間があるから隙間を縫いながら、市民にとって一番利益の高いものをどういうふうに選択して決断していくかって、執行していくかっていうことをいつも問われてるわけですから、その時に国たちは、この中にも書いてありますけれども、まず私が公約で景観っていうことを守るっていうことを主張して出た。しかもこれは国たちは長いこと市民が守ってきた景観を誇りにしてきたからということで、それを行政の大きな柱にしましょうということで、どういうふうに執行していくか、法律のこう見えない、今まで想定してないところも含めてどういうふうに執行としてしていくか、で市民がいろんな要求をする中で、市民のその利益に沿う形で、とにかく手続きを飛び越えてっていうのはできないわけですから、手続きを踏みながらどういうふうに市民の意向に近づくような努力をできるかっていうことも、私はギリギリやったつもりでいます。そういう意味で言えば、で例えばこう水道をどうするのとかね、水道の給付をどうするのとか、電気の給付もどうするのとかいうのも、いつもこう法律を見ながらギリギリここまではしていいかなって、ここもう行くとまずいよねっていうのは、そういうことを考えながらできる範囲のことをやってきたんですけれども、結局そこのところを全部不法行為、この言い方が非常に難しいんです。4つの行為が挙げられてて、一つ一つを見ると違法までちょっと言いにくいと、全体的に見てどうも市民が上原が何かやるたび大騒ぎして世間に知れ渡って、要するに営業妨害、結果的に営業妨害になったから、全体として不法行為だみたいな判決なんですよね。それで2500万、結果的に2500万ということがあるんですけれども、なかなかこう言いにくいようなことを、分かりづらい判決で、寄付金を向こうがそっくりそのまま払った金額を返してきたことによって、こう政治的に決着を、ね、本当はしたんです。市民も頑張る、メンバーも自分たちの活動なんとか裁判などで訴えたいということで、メンバーも賞金を取るのを目的じゃないから、だから寄付しますと言って返してきたわけだから、これはもう政治的に決着をした、終わったっていうところで、市民は税金を払ったけれども、景観利益ということの大きな利益を得たということで、みんながそういう手打ちをしたのに、たった1人とか2人とか3人、今回4人なんですけれども、人が異議ありって申し立てた時に、要するに今回の場合は、首長の中立公平論、要するに中立でない あまりにも偏ってて妨害をしたからいけないんだって言い方はされてるんですけれども、改めてね、私はこの裁判で主張っていうのはある部分公平のところ必要性ありますよ。サービスの公平な給付っていうのがありますから。でも本当に中立って、全く中立で、あっちも調整こっちも調整で、みんながシャンシャンってなれるような行政っていうのは
できるのかっていうのと、それしかやっちゃいけないのかっていうことをやっぱり本当にこの裁判で議論しなきゃいけないんじゃないか。そうでなければその地方の、まあ、私は地方試験って言い方は嫌いですけれども、地方の時代と言われているこの時代に、要するに地域ルールを作りながらできるだけ住民の幸せのために行政がどのぐらい頑張れるかっていうのを試される時代にね、こういうふうに全く中立公平でなければ罪だってこう言われるんじゃ、何のため の, その地方の時代が来るのかっていうことがありますので、私は裁判ではそのことをやっぱり強調して言いたいなと思ってます。で、市民とのまさに先生が怒られるか、私は憲法92条っていつも出して、地方自治というところに地方自治の方針に基づき行政の運営をするっていうところがあるんですけれども、本質は何かといったとき、市民 の, その意思っていうことをに沿って町づくりをするんだと、運営していくんだっていうのが、まあ、憲法の基本だと思ってますから、その市民の意思に沿うような形の地域ルールを作ろうとしたものがやっぱ問われるような時代が来ちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、なかなか複雑な裁判をずっと 見すぎちゃうと複雑になりすぎちゃうんですけれども、まあ、そういうところで皆さんも地方の首長の在り方みたいなところでご意見いただければ今日は法律的な解釈論というよりは、今回の上原さんの一連の行為について政治学的にどう見るかということについてのコメントをしたいということです。でレジュメが渡ってありますので、それがあります。ちょっとね、ちゃんと見てなかったのですが、誤字とかいろいろ入っています。それは関連してたので少し説明したんですけど、で議論の第一の出発というのはですね、少し6番とかあるとわかりやすいのかもしれませんけど、上原候補といってどういうものなのかということなんですね。どういうものなのかというのは何かと言いますと、政治家としての上原候補、それから国立市長としての上原候補、それから個人としての上原候補があって、どこが違ってどこが一緒なんだろうかということについて、すごくこの判決を見てると混乱します。で、最終的に裁かれているのは個人としての上原候補が裁かれている。しかし前のさっきの2審ですね、元判決って高等裁判所では国立市としての自治体が裁かれている。たまたま代表者が上原候補であったということがあるんですが、いずれもですね、その中心は上原候補は行政の首長として中立公平に政策を執行しなければいけない、そういう基準から見て、国立市自治体としても、あるいはさらに言えば個人としても、その行政の中立性公平性を超えているというのが判決だ。で、私自身はこれが一番の根本のロジックの誤りでですね、まず上原候補というのは第一番目に政治家であるということです。つまり国立市長を立候補するというのは政治家として立候補するわけでありまして、これいくつかの制約を乗り越えないと行政の長になれないということですね。で、一つは公約を出して市民の支持を得て市長に当選すると。で、市長にさらに当選してもそれだけでは政策実行できませんで、当時の状況でいきますと、旧指導要項とか旧景観条例があるんです。これだけでは阻止できないということがあるもんだから、都市計画審議会と景観審議会を経て、さらに議会を経て条例制定をするということです。で、ここは公約に基づく政治家の行動と私は見ています。で、政治家の行動の守備範囲ってどこまでかってあります。政治家の行動です。で、条例が制定されたら、これは首長として行政の長として執行しなきゃいけない。これは公平中立でなきゃいけないということです。しかしこれも公平中立も単なるその無透明じゃありませんで、いろんな形からテストされる。一つはもちろん裁判所でいろいろテストされる。もう一つは議会説明とか市民説明とかマスコミ対応でいろいろ説明するということで、そこでもテストされるということです。で、それが終わりますと、もう一回これが任期が来ますと、政治家上原個人に戻りまして、立候補すると政治活動が入る。
という形で、こう一連の政策変更プロセスの中に、個人の面が非常に大きく出る部分と、行政の長としての面が非常に広く出てくる部分と、政治家としての部分が非常にいろいろ出てくるところがあるということです。で、上原高校に関して言いますと、個人としても政治家としても行政の長としても一貫して景観を守るということをやってきたのが一連の行為ということです。で、今回はそのうち一番重要なのは、私自身は政治家の責任といって何なのかというところがありまして、つまりその何かと言いますと、今回不法行為と言われている部分は、この政治家としてやった部分について個人としての不法行為と認定するから、政治家の部分をもうちょっと論理的に解剖しないとこの訴訟に対応できないと私は思っているんですけれども、この政治家の責任を考えるときにどういうことを考えたらいいんだろうかと思って、ある程度政治学の文献というものを調べてみました。その中で最も古典的かつ今もって、支配的な理論というのがマックス・ウェバーというのがありまして、職業としての政治というのが、インターネット調べてもですね、政治家の責任って一体何なのかと、近代政治学において最も古典的な一要とするのがこのマックス・ウェバーとしての職業としての政治です。で、これはマックス・ウェバーが、第一次大戦の頃に学生を相手として講演した記事録なんです。ここに非常に有名な分析がありましてです、これが依然として今でも通用すると私は思っています。で、まずですね、マックス・ウェーバーの政治の一番の原点は非常に強烈なものです。どういうことかといいますと、政治家とは何かって一番端的に言うと暴力を担当する人と、つまり国家というのは暴力装置からなっているものでありまして、この暴力装置をハンドリングする人を政治家というというのがまず規定です。で、これはいろいろ問題ありますけど、依然として国家論の本質として、最終的には戦争権を含めましてですね、政治の最高計画、一番クライマックスというのは戦争するかしないかというところがありまして、これは今でも通用する非常に重要なテーズではないかということです。ちなみに言いますけれども、近代政治学レベルというとマックス・ウェバーの定義が今重要ということです。そういう非常に危険な、あるいは強烈なですね、武器を持つ政治家についてどういう形態があるかということをずっと古代から近代まで遡って、そのから近代の政治家というところまで到達していくということです。で、これは非常に安い本で100ページくらい本ですから読んでもらえばいいんですけど、私が簡単にまとめて言いますと、一つは支配形態としてカリスマ的な支配政治形態を考える場合と、身分制によって政治形態を考える場合と、さっき近代のように合法性というものを前提として考える場合の政治家の責任や支配は全く異なります。で、とりあえずここで言いますと、現在20世紀はこの合法性、別の言葉で言いますと近代法治国家としての政治家というものを考えていきましょうということです。で、これはあと上原さんのことを少しイメージしながら、個人的なことを含めてイメージしながら考えています。政治家の資質として絶対に重要なのは情熱と責任感と判断力である。これを欠けているものは政治家と言わないということですね。それから物事をどれを選択するかというものを判断基準は、最終的にはその人の考える信仰力による。これは まさしくマックス・ウェーバー的なところであります。これ宗教の政治学をやって経済学をやってる人であります。信仰力である、どちらがいいってことはないということです。基本的に一番根本的にはですね、最終的に極端に言えば戦争するかしないかは、戦争した場合のメリット、あるいはデメリット、しない場合のメリット、デメリット、最終的にはその個人の政治家が持つ信仰力によるということです。それから政治と倫理、ここからだんだん法的責任に入るんですが、政治と倫理の関係で言うと、絶対真理と心情真理でありまして、絶対真理は取らない。これは聖職者、神様に仕える人とかですね、あるいは評論家たちは絶対真理を言うけれども、絶対真理をやった時に起きてくるマイナスということを絶えず政治家は考えなきゃいけないので、素朴で、非論理的な合理性だけ、いろんな前提として国民の
ニーズを含めて、絶対真理ではないことを求めなきゃいけない。だから倫理性を絶対倫理で認めると、それは政治家ではないということです。ここからが面白いんですけども、政治家は、悪魔の契約としての政治家をやらなきゃいけない。そのまま原文を見ますと、政治にタッチする人間、すなわち手段として権力と暴力性に関係を持った者は悪魔の力と契約を結ぶ。空には善からは善のみが、悪からは悪の意味が生まれるというのは人間の行為にとって真実ではなく、しばしばその逆が真実である。これを見抜けないような人間は政治の色ほもわきまえない未熟児であるということです。で、政治とはその情熱と判断力の2つを駆使しながら硬い板に力を込めてじわじわと穴をくり抜いていく作業である。もっとこれを正確に言うと、ここが非常に名文で、これはこの演説のフィニッシュブローになった。これは上原さんの一番 の判断基準、裁判所の判断基準すべきであると私は思っている。政治が裁く場合ですよ。正確に言いますと、政治とは情熱と判断力の2つを駆使しながら硬い板に力を込めてじわじわと穴をくり抜いていく作業である。もしこの世の中に不可能地を目指して粘り強くアタックしないようでは、およそ可能なことの達成もおぼつかないというのは全く正しく、あらゆる歴史上の経験がこれを証明している。しかしこれを成し得る人は指導者でなければならない。いや、指導者であるだけでなく、はなはだ素朴な意味での英雄でなければいけない。そして指導者は英雄でない場合でも、人はどんなに希望の挫折もめげない固い意志で今すぐ武装する必要がある。そうでないと今可能なことの貫徹もできないだろう。自分が世間に対して捧げようとするものに比べて、現実の世の中が自分の立場から見てどんなに愚かであり貴族であっても、断じてくじけない人間、どんな事態に直面してもそれにもかかわらずと言い切る自信のある人間、そういう人間だけが政治への転職を持つということです。で、一連のこれちょっと本人いる前であんま褒めてもいけないんですけれども、要するに一連の上原幸福がずっとです、取った行動 というのはですね、このマックス・ウェーバーの政治家に提起したそれに守備一貫合格すると、まず私は思っております。基本的にですね、この行動から。だから先ほどの不法行為がどうのこうの、全部政治家の責任としてやるべきことだと私は思っています。だから一切の不法行為はない。だから一番の誤りは根元判決の前の判決から誤りであると私は思っているんです。でちょっと上原さんの言葉が気になるのは、警官権の権利を買うためにとか、あれ利益と引き換えにですね、2500万払っても長寿で会うというような言い方っていうのは論外、全くダメということです。政治家はそんな取引しちゃいけないです。いけない、その権利を買っちゃいけないということをマックス・ウェーバーは言ってるということですね。それで重要なことは、この近代法治国家でこの政治家のこの道をたどるときにですね、マックス・ウェーバーと違って21世紀にはデュープロセスというものを踏まないと政策は執行できない、この過程が実は検証されるべきであるということです。でこれを見ると、先ほど清水さんもおっしゃいました、いろんな人がね、まず市民が関与しています。で2番目には第三者機関、警官審議会と都市警備審議会が関与しております。それから最終的に議会が関与しています。さらにそれが巡回して裁判所に判断され、マスコミに判断され、さらにもう一回立候補して市民に判断する、こういうサイクルをやっていて、その過程全部に違法はない、違法はないです。でこれ逆に言うとですね、例えば橋本というのをこう今の大阪市長なんかに見てみます。だから彼も違法はないんですよ、一つの。つまりね、その政治家というのは、ここからがまあ私の独論になるんですけれども、あらゆる手続きを経てやってる、その限りでは違法はないということです。で、いわゆる高校も従ってしまう。これを止めるのは簡単でありまして、上原高校をチェックする場合にはまず選挙でチェックすればいいと。今もそれがダメなら、なんて言いますかね、警官審議会とか都市会審議会でチェックをする。それがダメなら議会でチェックする。それがダメなら裁判所でチェックする。裁判所で少なくとも上原高校は何回か勝訴してるということがありまして、これをその個人までね、責任を持ったら全くの間違いであるというふうに私は思います。でこれをもう少しこう論理的に解剖すると、原則政治家としてはあらゆる行動も発言も自由、あらゆることが自由だと
というふうに思っています。でこれを具体的に政治家としてやっていくためには有権者の賛同を得て手続きの担保をしてやっていかなきゃ、その結果を指摘したことについては全く責任を負う必要がない、個人としても何も必要がないと私は思っています。ただできればその政策はいくつかですね、高校であった方が正当性が長らく担保されると思って、一つは学術的な検討を経てることです、単なる思いつきではなくてですね、二番目には世界の各種の事例、あるいは各自治体との比較事例などが必要、あるいは地域の状況を反映していること、あるいは立法や司法の動向と合うかどうかということで、これについても上ある高校の行動は全部パス、一つは学術的に見ても景観権は当時も以前から真鶴条例がありまして、いろんなところで景観の必要性を言われている、それから世界の比較で言いますと、まあ、100% 景観なんて当たり前になっている、それから地域の状況からまさに国たちが必要になっている、立法や司法の動向も、後で見ると分かりますように景観法に結びつくというようなことがありまして、その中身も非常に正当性があると私は思っています。それからその社会全体として今景観を言わないような自治体は全くありえないぐらいの状態になってきて、全体的に正当性を持っているということで、私自身は原則自由の上で正当性全部兼ね備わっているということです。で最近のことに関して言いますと、政治家って何をすべきかということは従来のルールを変える と、 とりわけ社会の変革が多いときには必ず、政策で変更しなきゃいけない。で現に国会でも100本ぐらい前に書いて、それは時代に合わないものを書いて、いい方法悪い方もありますけれどもということがありまして、政治家って絶えずですね、当時の当該当時のルールからみんな違反者なんだということを裁判所に分からせなきゃいけない。野田さんも消費税をやるというのは全部違反なんです、今までないものをやろうとしてる、あるいは公約にないものをやろうとしてるということ、その他法律を改正するというのはその時点のレベルでいうと全部法律に反、当時のルールに歯向かってるということがあって、これは今非常に重要視されなければいけないということです。それでそれがいいかどうかについては裁判所で判断することではなく、 ただし一つだけの普遍的な問題があってですね、基本的人権を犯すような法律はやっぱり違法もしくは違憲になりますけれども、それ以外のものについて言えば政治がある国民から見て非常に悪い方に消費税が通ったとしてもですよ、 10% 20% になろうとしてもそれは違法ということは一切ない、それをやったら野田さんも違法ということは一切ないということを政治家の責任というということです。でそういう観点からいろいろ見ると上原さんのところに違法性は全くない、で仮に政治的責任があるとすれば、それは議会とかリコールとか選挙とかで追及すればいいんだという感じ、政治的責任はですよ、だけどその個人的な方向なんていうのは全くそれじゃ問題にならないというのが私の意見です。で最終的にもう一つはですね、政治責任と行政責任と個人責任、どっからが政治責任、どっから行政責任、どっから個人責任かということについて、少なくとも根本判決と今回の判決、区別が、その意味では全く先生もおっしゃると全く区別がつかない、ただ心情的に上原は悪い女だというふうに言ってるだけという感じがありまして、この区別がつく、もっと言います、逆に言いますと、不法行為責任を負う場合には政治家としての行動なのか、行政としての行動なのか、個人としての行動なのか、区分けして、このうちにどれがいけないというふうに言わなきゃいけないと思うんですけど、区分けしていくことはできないし、区分けしても違法性がないというのが私の意見で、これ政治学的な国立訴訟の判決の解剖というふうに私は考えているということです。よろしいでしょうか。はい、それちょっとだけ先生すいません、カメラが回ってるのにちょっと訂正だけを言わせてください。さっきこれはいけないって言われたその、なんだっけ、お金で買う話、2500万円と権利で認めたことは、まあどっかで国たち市民もまあどっかで帳尻が合うかなと思ったという部分です。いや私が言ったその、市民の利益をお金で買うっていうのはいけないって言われて、ちょっと意味が違うんでちょっとだけ
カメラが回ってるのに言わせておいてください。いや、行政って何のためにやるかっていうと、まさに市民の生命財産を守るっていうか、市民の幸せのために、いろんな仕掛けをしていくわけですよね。だからその市民に、この場合の市民にとって幸せは何かって、市民が求めているものは何かっていった場合には、要するに景観っていうことを大事にする権利を求めてたわけですよ。だからたとえその中でね、その裁判で不服であっても支払わなきゃいけなかったわけですね。市民の税金っていうことで支払わなきゃいけなかったんだけれども、これちょっと弁護士さんたちも最初の頃議論してたんですけれども、市民の利益って何だろうかっていうね、それはたとえ市民の税金を使っても獲得していいものがあるんじゃないかっていうね、要するに本当に損害だったのっていう損害論なんですけどね。そういう意味で損害なんでしょ。だけどその損害は損害ないっていうね、2500万円ってお金は税金を払ったけれども、そういう意味では市民は損害ないって、獲得できた分、戦った分獲得できたわけだから、うん、そういった意味での損害はないという、そういうことでお金払って買うとかいう話ではないので、ちょっと損があるんじゃないですか。2500万損害でしょ。も損害じゃないね、税金を払ったということはもちろんそうだから、不服だけれども裁判で確定してしまったから、それはある意味、まあ、しょうがないですね。裁判は不服だけれども、いやだから今私直接ね、最高裁で確定したからしょうがないかしょうがないかじゃなく、基本的にですよ、市民はもそれを代表する自治体は2500万を払う必要は全くないんだというのが私の意見だということなんです。だから遡れば明和の前の裁判の一審二審三審とも全部誤りである、今回の一審判決もまた全部誤りであるということなんです。ただ強いて言えばね、政治家上原を個人と、行政機関の長都市の上原上原の個人の上原と、あるいは自治体となって、これどうやって区分けするのかというのは、本当は個人まで来るんであれば、政治家の責任者はここまでですと、行政の責任者はここまでですと、個人の責任者はここまでですと言わなきゃいけない。これ全く判決が読み取れなくて、なんか情緒的に上原個人まで来ちゃってるということを言ってるということなんですよ。で結果的にはよ、その国たちは国たち市民は税金という形で、要するに上原なくて明和自治の方にお金を払ったという意味で損害発生してるんです。実際その損害、私は断固認めない。裁判所確定したから、それはしょうがないっていうのは、もちろんしょうがなくて分かってるんですけど、そこを妥協しちゃダメだと、あれは言いたいけど今度はダメだとかじゃなくて、あれ自体もダメだというのがマックス・ウェーバーの論理。政治家ってそもそもそういうものだったというのがマックス・ウェーバーの定義であるということなんです。そういう戦いです。